日ハム斎藤幸也、背中を押してくれた。好成績の要因を問うとそう答えた。技術面、球の力のレベルアップが下地にはある。だが最大の要因はメンタル面の改善。ブルペンを担当する武田久志投手コーチの言葉が支えになった。久志さんから、もうお前は行くしかないんだからという言葉がありました。久志さんが背中を押してくれた感じなんです。コントロールで攻めるタイプじゃないしっていうのもありましたね。初セーブを挙げた10月5日、ヒーローインタビューで、行くだけ、トレンコした、任されたところを行くだけ、打者に向かっていくだけ、武田コーチの言葉を自分なりに落とし込んでマウンドに上がった。そしてプロ6年目でやっと初セーブ、狙ってたところに来られたとも話した。クローザー、目指してきたポジションだ。行くだけ誕生日は本当に雪や良くなったよな。クローザー候補が正義、柳川雪屋で選べるくらい層厚くなったの嬉しいな。来季はマジで期待してるぞ雪屋。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。